はい、どうも皆さん、おはこんばんにちは、ハッチバッチでございます。はい、ウイスキー初心者が飲んでみたシリーズの動画です。はい、今回飲んでいくのはこちらですね。はい、グレン・アラヒー12年でございます。はい、前回ね、久々にちょっとウイスキー動画上げたんですけど、その動画、視聴者さんからのコメントで、グレン・アラヒー美味しいですよっていうふうにコメントを久々いただいたので、おっと思って買ってみました。はい、コメントをいただいた方ありがとうございます。はい、一応箱付きで買ったんですけど、はい、箱はこんな形です。はい、なんかね、ちょこちょこ見たことありますね。はい、でも買うのはこのシリーズ初ですね。で、12年だとか15年だとか、あのカスクストリングスだとか、いろいろなシリーズがあるみたいなんですけども、私は、この12年を買ってみました。結構お値段が、高めですね。この12年が多分一番安いやつだとは思うんですけども、これでだいたい8000円弱ぐらい、安いところで7000円台後半ぐらいですね。だいたい8000円前後といったところでしょうか。はい。で、これをウイスキーシングルモルトで、はい、風味としてはバタースコッチ風味ですね。アルコールは46ですね。で、シングルモルト界の伝説的プロデューサー、ビリー・ウォーカーが、シングルモルトとしてのグレン・アラヒーの可能性を見出し、2017年、結構最近ですね、5年ぐらい前、グレン・アラヒー蒸留所は大手メーカー傘下から独立を果たしました。なるほど。こちらの商品は華やかで軽やかなスタイルが多いスペイサイドモルトとしては珍しく、しっかりとした骨格と奥行きのある、豊かな味わいが特徴です。代わりはバタースコッチとレーズン、モカを伴った蜂蜜風味ですね。はい。なんかね、私一番好きなウイスキーに、サントリーのロイヤルの青ラベルの12年とかあるんですけども、それに匹敵するか、それよりか美味しいですよっていうコメントがあったので、おーっとか思って見てみましたね。はい。で、グレン・アラヒーっていうのは、まあ、グレン、岩の谷？グレンっていうのは多分渓谷ですよね。アラヒーっていうのは多分、なんでしょう、岩かな、多分そうだと思う。はい、多分こうなんかこうな岩っぽいパッケージみたいですね。はい、なるほど。で、グレン・アラヒー蒸留所は1967年スペイサイド地域アベラワねの町の郊外に設立と。はい、まあいろいろもろもろあるんですけども、はい、160時間の発酵による。なるほど、ね、まあ開けていきましょう。はい、このおお、結構キャップ緩いですね。なんか、切り込みが入ってて、ね、ねじればすぐ、こういう風に取れるタイプですね。はい。あ、香りはね、サントリーロイヤルとはちょっと違うかな。はい。ちょっと違いますが、そうですね、はい。まだ結構そのネットとかで、アマゾンとかで見ると色が薄かったんですけど、実際見てみるとめっちゃ濃い色してますね。はい、ちょっと香り嗅いでいきたいと思います。はい、でも結構アルコールのツンとさす香りはしますね。です、香りは若干弱いかな。私もこう、ファーストテイスティングするの久々なんで。なるほど。そんなにこう、なんかこう、バタースコッチみたいな香りが強いかって言われたらそうでもないかな。こう、で、結構吸うと、このアルコールの刺す感じが強いですかね。これひょっとしてアフターテイスティングに行きたいパターンかな。じゃあちょっと飲んでいきたいと思います。はい、いただきます。乾杯。なるほど。甘い感じで美味しいですけども、ロイヤル、サントリーロイヤルの12年とはちょっと違いますね。なんか系統とか甘さは似てるんですけど、風味が向こうの方がもっと奥深い。サントリーロイヤル青とか青ラベルの12年15年の方が、あとアルコールのビリビリ感というよりもアルコール感が強いですね。
うん、こうビリ、うん、そのビリビリ感だ、ね、やっぱりな、アルコールのビリビリ感がちょっと強いですかね。うん、ただこれ海鮮したてなのでちょっとねその辺が、だから風味としてはものすごい甘くて、うん、奥深い系統としては似てますね。うん、ちょっとトライスアップしていきましょうか。はい、トライスアップだったらちょっと加水をね、ちょい加水、ちょい加水して、はい、はい、あー、ちょい加水するとわーって華やぎ、あの香りが出ますね。うん、ちょっと加水してもらえて味は変わんないかな。じゃあちょっとトワイスアップぐらいしてみましょうか。このくらい、はい、ちょっとね、こうしてちょっと香りを嗅いでみますね。あー、だいぶ柔らかくなりましたね。うん、もちろんあのお水入れてるんで、でちょっとトワイスアップいただきます。はい、乾杯。あ、めっちゃ飲みやすい。うん、ああ、でもちょっとビリビリ感まだ消えてないから、ちょっとすぐお水飲みます。ビリビリ感は消えてないかな。うん、この辛さとこのコクだったら、まあ、ちょっとお値段的にお高いんであれですけど、あのちょっと濃いめのハイボールとかがものすごい美味しいかと思いますね。だいたいハイボールすれば美味しい説があるんですけど、あのこのコクと甘さとこのアルコール感、刺すようなビリビリ感、もうちょっと辛めだとハイボール合うと思うんですけど、ちょっと負けちゃうかな。うん、美味しいですけど、うん、これで8000円出すんだったらサントリーロイヤルの青ラベルとか、今もうちょっとしちゃうか、青ラベル1万円ぐらいしちゃうから、うーん、その辺で、でもちょっとそうだな、1万円アンダーでも多分ヤフオクとかで買えるんで、だったらサントリーナオラベルとか、あと金ラベルの15年の方が高いんだっけね今、まあ、あの辺とかで全然いいかな。うん、美味しく、まずくは全然ないですけど、ちょっとアフターテイスティングにちょっと期待ですね。ちょっと飲んでって1ヶ月後どういう風に味が変わっていくか、ちょっとそれでお楽しみたいと思います。はい。一応概要欄の方にね、アイテムリンク貼っておきますので、ご興味のある方ね、ぜひご覧になってみてください。あと、これ飲んでほしいとかね、これおすすめですよってあれば、どん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 コメント欄の方に、コメントください。はい。忖度なしで評価したいと思います。はい。各種 SNS やってます。Twitter、Facebook、Instagram の概要欄の方にリンク貼っておくんで、お気軽にフォローください。あと、モチベーションアップのためにチャンネル登録とグッドボタンの方、何卒よろしくお願いいたします。はい。ウイスキー初心者を飲んでみたシリーズ、今回ですね、グレンアラヒー12を飲んでみたの動画でした。ご視聴いただきありがとうございました。以上です。バイバイ。